ああ、昔の人種やばかった。俺が人種と付き合った時はやばくなかったな。今はこう言ったけど、落ち目に入った時に、まあ、ウータが俺に頼ってきて、だったな。だから俺が、まあ、できることは、まあ、ウリちゃんを守ってやったって感じで。お前、その恩ねえのか、このガキ。まあ、ちょっと俺、お前、再生回数伸ばせろ、お前。俺はまだな、大人に生き方やってるぞ、お前。まあ、一回でいいから俺を上げさせろ、お前。ほんとに、ウリちゃん、この野郎。マジでよ。お前、昔は、今はまあ、縁切ったもんかし、一回ぐらい上げさせろ、お前。俺が言ってお前もいいことあったんだろ？一回から俺を飽きさせろ、この野郎。数字伸ばさせろ、お前。あれより嬉しかったよ、ウリタ。朝倉とかとコラボして、明日わざと何時間飯食えた。あれは、まあ、重視の優しさを感じた。まあ、そういう、まあ、制約してるからね、重視は。俺は言葉に出しちゃうと、それはお前、あんまギャーギャーもう迷惑かかってるとか思うなよ、そんなことな。俺はそう言うタイプや、言う人間や。あれ嬉しかったわ、バーベキューの時に。まあ3時間ぐらいやったんですよ、皆さん。前に配信で、与那と千葉のお姉さん泣いといたかって、純子がやってくれたことが嬉しかった。ああ、純子らしい優しさだなと思って。まあ俺もね、今ね、あとね、5年ぐらい分ければね、バレバレ格闘技やってっからね。相手にされねえ、チンパンジーやねえ、バカ大将が言ったことやろ、お前。なんで2試合まで打って相手されてんやろ。別に相手にしてもらいたくないけど、西や見てたら、純真やな。惜しいやろ。一緒に出れれば。昔話で。これは惜しいな。これは惜しいなって。一回から出ろ、お前。刺された時の事件。なんでそこまで行ったかって、その真相も全部俺が喋るよ。純子がいない時に、なんで刺されるまでの真相があったのか。まあ、俺も酒ね、まあ、飲まなければ、素直しできるからよ。